ご期待に添えるかどうか分かりませんけども、まあなんか寄席はですね、今ね、数少ない大人の遊び場所でね、いわゆる情緒味はいいんですよ。もうなんか世間はね、ガキの遊びが多くてね、キャー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 はしゃいでなきゃいけないと思ってるようなとこがあって、やっぱりね、味わいですよ、風情。まあ、だからね、まあ毎日やってますからね、のべつ超満員ってことはないけども、大人の味わいの分かってらっしゃる方しか来てないですよ。もうほんとね、いわゆる友達がいないんだなって方がより集まってきて、それでこうお互いにね、傷を舐め合おうじゃねえかっていう、そういう味わいなんですよ。これが分からないけどね。でまあ私もね、それはね、もっとね、芸人としては愛想を振りまいた方が、っていうか振りまかなきゃいけないなとは思うんですけど、まあ、こっちにもいろいろ都合がありまして、ね、何しろ見ての通り、いわゆるなんだ、虚弱体質なんですよ。これ育ちってのは隠せないんでね、どうやったって出ちゃうんですね。だからお客様から言わせるとね、もうやる気がねえんじゃねえかというね、誤解を受ける。決してそんなことはないんですよ。これでもね、一生懸命やらせていただいてるつもりではあるんですが、ただ力が入らないもんはしょうがないんですね。でもまあいいじゃないですか、もう勘弁してもらいたいですよ。だって人はそれぞれなんだから。もうかえって、だから大きな声じゃ言えませんけど、この痛い気な風情がもうご婦人から言わせると、たまらないらしいですけど、もうてめえで言わなきゃ誰が言うんだ。まあずうずうしくは出来上がってますがね。でもまあ今日は寒いんですから、あったかいのか分かんないけども、まあね、こういうね、なんかこういわゆる座布団にね、こう いい味わいじゃないですか。今なかなかこう座布団っていうのはね、こう、まあ、昔で言えば桟敷って言い方になるんだろうけど、ないんですよね。まあ、寄席もみんなね、椅子になっちゃった。どうでもいいけど暑いですね、これね。それで、なんだ、だから、それはね、昔ね、の、なんか、寄席知ってる方に言わせるとね、やっぱり寄席の味は桟敷だよ、なんてことをおっしゃる方もいるんだけど、今、現実にそうやっておいたらね、無理なんですよ。お客さんはお見えにならない。もう今何の商売でもね、もうご婦人に嫌われたらもう成り立たないですからね。やっぱり女の方がこう来やすいようにしとかないと。でましてね、こうだから昔の寄席ってのはなんかこうね、怪しいなというのが魅力だったんですよ、ある意味でね。こう何やってんだここはというね、なんか知らんけど薄暗くてね、入り口がね。とか今はそれじゃあ女の方来ませんからね、なんか音と色をね、こう感じさせるような作りにしといて。それでもちろんなんで椅子かっていうと、つまり若い方は正座が苦手ですから、で年配の方は年配の方でね、膝が痛いとかなんとか言うから、だから本当は椅子にしないっていうとお客様がお見えにならない。だからまあ微量だけど、まあ、はばかりね、ああいうとこもね、ああいうとここそきれいにしとかなきゃね、掃除も行き届かせてね、そうしないっていうと、いらっしゃらないですよ。ましてや洋式にしなきゃダメですね、もう和式はダメですね、あれね。どん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 そうなっていく。だって、なんだろう、でも初めてね、様式見た時にはね、まあ、若い方も多いけど、そうでない方もいるから、知らないとは言わせませんよ、その初めて見た時に、どっち向いて座っていいか分かんなかったんですよ、様式は。それで、なんか、てめえのケスペタの汚いのも忘れてね、なんか人が腰掛けた後に腰掛けるのは嫌だなと思ったけど、今はどうかすれば、紙までついてますしね。もうしゃがむよりは腰掛けたも楽ですよ。私だってたまに和式でこうしゃがんでるってと、もう立ち上がる時に膝がミリッつったりなんかするやっぱりね、だから だんだんこうっていうか、どん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 様式が設計していくわけですよね。まあだから、まあなんというか、仮にですね、昔吉原の花魁が様式知ってたら言ったでしょうね、あれね。わがままですからチラッと見てね、和式は嫌ではないんですよ。まあでも吉原もね、遠くなりにけりって言うけど、もう半世紀ですよ、亡くなって。まあね、今のね、ご時世にあったらどうなってるんですかね、こんなご時世だからね。ただただなんかもう凄まじくなっちゃって、
私なんか正直言ったらあそこはなくなってよかったと思ってますが、でもね、でも未だに偏見がありますよね。ご婦人なんかはね、吉原クルアとかね、クルア話なんて言うと、あら、いやね、なんてそういう顔をなさる方がいる。それはね、勘違い、誤解ですよ。あそこはそういうんじゃないんですよ。つまりね、男を磨くとこだったんだ、あそこは。人情の修練をしに行くとこだった。だからみんな昔男はいやいや言ってたんですよ、あそこは。もうしょうがねえなんて、うんうん、まあ付き合いもあるし。でもね、中にはね、知らないというかね、うぶというか、硬いというか、なんというか、何なんだというね、そんな方もいるわけでありましてね、うん、おい行こうよ、俺もう我慢できないよ、ちょっと俺先に行くよ、ちょっと待ちないよ、お前そのね、それいいからちょっと待ちなってんの、吉原なくなりゃしねえんだ、俺が受かってんだから来るったら来るんだから、来るわけねえだろ、お前歓迎だって分かりそうなんだよ、お前だからね、お前相手は敵のうちですよ、素人ですよ、だから世の中にお前てめんとこのせがれをお前吉原連れてくれ、そんなお前親父がどこにある、いやあるってお前それがあるんだよ、お前引き出しを違いちゃいけないってのはそのことですよ。いやこの間ねお父っつぁんにね紙のことあったんだよ、そしたら愚痴こぼされちゃった、うん、うちのせがれにも困ったもんでございます、何をおっしゃいます、結構な坊ちゃんじゃありませんかって、固くって言ったらそこなんでございますって言うんで、硬すぎるんでございます、物ってものはほどがございますって言うんで、まあ私が見まかってね、うん、いずれこの寝台を譲った時にどこのお茶屋がどういう寸法だかいのことを心得てくれなきゃね、商いの喫茶店が鈍るってんだよ、だから私が承知をするから、まあ、新人にかこつけてさ、ね、お稲荷様のおこもりってことにして、まあ、失敗出してやってくれとこう言われたね、親だね、バカなもんでつまんでね、何やったってそうじゃねえか、柔らけつちゃ心配するんだよ、家庭つちゃ心配してるんだよ、だからつくづく書くんじゃった、親なんざなるもんじゃねえね、あ俺はねもう生涯子供で暮らそうかと思って、子供ができたらいきなりね、おやお父ちゃんなんか言ってねその気にさせて、で小遣いもらう、バカなこと言ってんじゃねえよ、行くよ、ちょっと待ちね、俺が受け合うな、来るったら来るんだから、ね、ちょっと、待ってなよ、はい、お帰りなさい、どうした、うん、紙どこと、お湯屋と、ああそうか、一段とまた小ざっぱりと男前になりました、じゃあ早速ね、お出かけなさい、あの本当に参ってもよろしいんでございましょうか、あいいんですよ、せっかくさやってな、お前のことを源兵衛さんと助けさんがなお誘いくださったんだから、ぜひな、おこもりに行っといで、あただね言っとくけど、あそこはね、ノリが悪いとご利益が薄いよ、だからちょっとね機会をしてください、おいばあさんなんか機会出してやんなさい、いいんだ、やった方がいいんだよ、お前がそわそわしてどうすんだよ、お前が行くわけじゃないんだからねそうだな、硬すぎても柔らかすぎてもいけません、うん、あ雪かなんかがいいだろう、それから帯あで羽織もあんなとこでいい、それからあそうそうあのなお稲荷様はねお賽銭が少ないとご利益が薄いよ、うん、だからたくさん持たせてやんなさい、いいか持たせてやんなさい、それでなお前は知る前がな源兵衛さんと佐々木さんがご存知だ、中継ぎって申します、まあこれは途中でもって一杯召し上がるんだ、早い話がと言ってお前はな部長訪問でございますなんて言うんでね、断っちゃいけませんよ、うん、嘘でも一杯は丸ごとでもね、これはねいただくんですよ、であとはいくら刺されたって配線開けちまえばいいんですから、それからなほどのいいとこで手を叩いてお会計、これは野暮ってもんだ、だからなお前がねはばかりのふりかなんかして裏橋が降りてって、お勘定は一手に払ってしまうんですよ、あさようでございますか、ということはお勘定を帳面かなんかにつけておきまして、後でお二人から割り前をいただき、おいちょ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 バカなこと言っちゃうから、ね、そんなことをしちゃいけません、あの二人はな町内の札付きだ、そんなことしたら後が怖い、だからなその分お前になお賽銭たっぷり持たせるんですから、たんまりと、だからお前が払えばいいんです、それでね明日はね何が何でもね早く帰ってくるんですよ、いや何があったってね、稲荷様はバカにご利益があって、お父っつぁんも昔なちょっと通いすぎてな、うん、親父に小言を送られそうになったことがあるんで、だからね何が何でもまあ帰ってくるんですよ、朝早くと言ってね表から帰っちゃいけません、裏から帰ってくるんですよ、何がじゃない店の若いもの手前もありますから、そしたらお父っつぁんがまたそっと入れてあげますから、なところかな、まああとはね源兵衛さん助けさんに任せておけばもうね一切来られてる、だからいいんですよ、ヤンも何も向こうに揃ってるから、そんな余計なお前はそのままで行けばいいんです、まあそんなところだな、まあとにかくねうちのことは心配しないで今日はゆっくりとね遊んで、いやいやあの行っといて、はい、それではお父っつぁん行ってまいりますおい来たよおいほらだから受け合わせたじゃねえか、分からないんだキョロキョロしてんだよ坊ちゃんこっちですよ、こっちこっちこっちだよ、これはどうも
大層お待たせをいたしまして、お供ありまして、え、あの、親父がなりが悪いとご利益が薄いと申しまして、それがために控えをいたしまして、大層お供ありまして、誠に申し訳ございません。え、んなことはね、待ってましたよ。え、なるほど、いいなりだね。バカなご利益だな、これな。そういう人と俺たちはご利益が薄いで、情けねえではどう。じゃあ、もっちゃんね、早速ね、出かけましょう。それから、あの、あなた方、途中でもって、あの、中継ぎというものをなさるんだそうで。いろいろ知ってるじゃない。なんか、坊ちゃん聞いてきたら、お父っつぁんに。まあね、ちょいとこんなことをやります。私、部長不問でございますんで、無理強いなすっては困ります。一杯は頂戴いたしますが、あとはいくら刺されても、配線開けてしまいますんで、ちょ、そんな、もったいないことしちゃいけませんよ。いや、無理強いなんかしませんよ。またね、稽古は稽古でね、他にやるものがありますから、そんなことありませんから。それから、あの、程のいいとこで手を叩いて、お会計などは誠に野暮なんだそうで、私が裏橋を降りてってはばかりの振りで、あの、一手にお勘定を払ってしまいます、ね、かわいいね。親父に教わったことみんなくちゃべってんだよ。坊ちゃん何を言ってんの。そんなことしちゃいけませんよ。あんな余計な心配しないでいいの、ね、お勘定のところもね、はばかりながらこの源兵衛と助けが万事心得てますから。いや、とんでもないことなんだそうで、あなた方は町内の札付きなんだそうで。おい、嫌な顔するんだよ。いいじゃねえか、これがざっくばらんでさ、ね。じゃあ、とにかくね、出かけましょう。もう何を言われたって驚くような輩じゃない。だからちょいとこんなことをやって繋いでるうちにね、こぐなくなってくる。表へすっ飛び出すってと、土手はひときわ雑踏してよ、という。大層お勢様、人がお出ましでございますが、これ皆様の、あの、お困りの方、これ、いやいや、お困りと限ってこっちゃねんでね、中にはね、お参りだけで済ませる方もいらっしゃるんですがね、何が、賑やか、そうでしょ、シャミの音なんか聞こえるんでしょ、まあ、あれはね、お神楽みたいなもんだな、まあ、いろいろお慰めをしようってんですよ、何が、うん、柳の木、お、目に減った、そう、あれがね、長井の見返り柳ってんの。まあ、早い話がなんだ、そう、ご神木だな、ご神木。ご神木でさ、なあ坊ちゃん、そんなご神木に手合わせちゃダメだよ、こんなところ。人はなんだと思うよ、弱ったねと思う。坊ちゃん、どうしたの、はばかり、おしも、あ、そう、だったらそこんとこ、うん、あの、汚いからね、着物汚さないように、あしら待ってるよ、これ待ってますから、はい、いってらっしゃい、待ってるよ、はいはい、はい、はい、はい。いいね、おい、ここまで来てまだ分からねえってんだからいいね、うぶで。なんだか俺たちおめえ、心が現れるようだね、おい。どうするおい、どうせ向こう行き現れちまうんだよ。茶屋にいる間だけ現したくねえじゃねえか。だからね、俺が一足先行ってね、おかみに吹っ込んでくるから、何があったって、これこれこういう堅物だってことをさ、ね。だからお前が後からね、坊ちゃん連れてきて、いいかい、一足先行ってくるから、頼んだよ。おかみ、いるかい、おかみ、あら、まあ、いらっしゃいまして、どうなすって、まあ、すっかりお見かけにて、いえ、もう悪さばっかりなすってんでしょ、浮気なすって、何言ってんの、分かった、嘘ばっかり、また、そんな、うるせえな、いいから、そんなことはどうだっていいんだよ、あのさ、この間ちょっと話していたろ、何がじゃないんだよ、田所町の堅物の一件、連れてきた、あら、お見えになった、あら、まあ、よくいらっしゃいましたこと、固くって、あら、あら、まあ、そう、あのな、本当に聞けよ、人の話、少しさ、家庭なんてもんじゃないんだよ、年が19だよ、でもってね、いまだにね、大門がどっち向いてるか知らねえってね、もう、片干しの焼きそばしみてえなんだよ、で、ウフでいいからさ、ここにいただいただけはね、荒らしてくれんだよ、どうせ向こう行き荒らしてくれんだからさ、だからね、こうしてもらえてんだよ、とね、今日はね、新人にかこつけて、お稲荷様のおごもりってことで来てるからさ、ね、すまないよ、ここはね、こうしよう、お稲荷様のね、おみこさんのまたくってことにしてもらいたいんだよ。なバカなことをおっしゃって困ります。そんなバカな、私がおみこ頭嫌ですよ、そんな本当にそれこそ困る。んなこと言われ頼むよ。おっちゃっちゃっといいから頼む。いいじゃねえか、頼むよ。バカンジうぶでいいんだよ、ちょっと。ちょっと、坊ちゃんこっち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 ですよ、はい、こっち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 こちらがね、お稲荷様ね、おみこさんのお宅、おみこさんのね、すで、あのね、こちらがね、おみこ頭さんなんですよ。一つ、ご挨拶をなさい。それでございますか。これからどうも、お初にお目にかかります。私は、田所町三丁目、日向半兵衛のせがれ、時次郎と申します。今日三名にいておこもりに上がりまして、何卒よろしくお頼む、いえ、そんなご、もう、あの、いや、どうぞ、あの、お手、いや、いや、そんな、あの、ま、どうも、あら、まあ、いいご器量で、まあ、
これじゃおみこさんが大喜びでございます。もう本当にもう本当にあのやばい、もうお、もうごめん、ごめん、ごめん。お前たちも何笑ってんの、失礼だよ。だね、もういい、早いとこ提灯の支度しないかい。もう茶屋の方でも決まり悪いからね、さっさと先方へ送り込んじまうという、門呼び稲本、まあ、大文字品川楼なんていうところはおまがきってやつですよ。入るってやとね、廊下なんざ引っ込んであるから、ひょいと見りゃ顔が映るってぐらいなもん。そこへ持ってきて、出てくるご婦人がと申しますと、文金社駒縦表具なんてこんな頭しちゃってね、そこに串子前を五個のように、で仕掛けってのを羽織るってと、どういうわけだか張り肘ってものをする。で右で妻を取って、素足にこんな分厚い草履を突っかけるってと、廊下をさもへらるそうにパターン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 、これ見りゃね、どんな硬い方だってここがお稲荷さんじゃないぐらいはすぐ分かる。皆さん、あとちょっと、なんと驚くやつ、どうしたでございますこうやって、こうやってどこなんでございます、どこ言ったでしょ、お稲荷様の お困りで上がった、そんなはずでございません。だったらあちらにご婦人たちは一体何者でございます、何、ああそうか、ああそうか、言わなかったかな、ここはね、あの、あんなせぼっちゃん、あのね、そう、お稲荷様もやったり、ついでにね、弁天様もやってんだよ。ご冗談は困ります、私わかります、おそらくここは吉原ってとこじゃございませんか、私もお稲荷様のお困りだ新人だってから、待って、私はおいとも、ちょっと困るよ、坊ちゃん、ちょっと困るよ、これだって演技商売だよ、上がったばかりでさ、ちょっと悪かった、ちょっと聞いてください、ちょいと話聞いてくださいよ、あのね、悪かった確かにここは吉原だよ、だいいじゃねえか、上がったんだからさ、ね、ゆっくりしていきましょう。とんでもないことでございます、大地、手前がこんなところに来ているなんてことは親父だって知らないでございますからと、そこだ、そこなんだよ坊ちゃん、実はね、あしらね、あなたのお父っつぁんに頼まれた後をこいつ出てきた。いや、嘘じゃない、聞いてくださいよ。実はね、あなたがさ、一晩に閉じこもって、なんか孔子様の本かなんか読んでるってでしょ、 C の玉かなんか言ってさ、青い顔して、かえって悪い病が出んじゃねえかってお父っつぁん心配してさ、承知だから、まあ、新人にかこつけて引っ張り出してやってくれと、あしら頼まれたんだよ。あ、お父っつぁん承知なんだよ。ね。泊まっていきましょう。手前の親父はああいう変わり者でございます。でも信念がみんな固いんでございますけど、どうぞ分からないで、ちょっと、いやいや、そのね、坊ちゃん困るよ。ね、その真近くに考えたってさ、それはそうかもしんないけどね、いや、それはね、孔子様もえれんに違えねえけどね、弁天様にはかなわねえんだよ。ね、ゆく、ね、あの、そんな、ちょ、おい、頼むよ、お前。まあ、ニヤニヤ笑ってねえでさ、失格よ、お前。おい、バカだね。いいじゃねえか、蹴り手とのけいじゃん、お前。どのこと世話になったわけじゃあるねえしよね、長年の札付きまで言われたら世話ねえよな、ね、何が、分かったよ、じゃあどけよ、俺が仕切けてやっから。お坊ちゃんよ、手切るよ、寝ろ。てめえいくつになんだ、いい年やって、この吉原でそのどこがいけねえんだ。あっしらね、あなたのお父さんに頼まれたの。あなたにありがたいと思われたって何か言われるすやねえんだよ。いいじゃねえか、止まってんが。だって、てめえ何か、おめえ。おめえの体には若い血潮が流れてねえのか、おめえには。そりゃ人なんてものはね、生きたらつれ苦しいってことはいくらだってあるら。だけど、それを乗り越えねえでどうすんだ、坊ちゃん。真人間になり損なうよ、坊ちゃん。おめえ、何そこで笑ってんだよ。それじゃ小言が聞かねえじゃないか。けんなよ。だけどね、言っとこうじゃねえか、まあ、そういうことならなんでその時言ってくれなかったかなんか言われても困るからね、話をするけどもよ、これこういうところだな、いろいろしきたりとんがあら、気がつかなかったかな、あそこはね、鳥居じゃねえんだ、大門ってんだよ、あそこへ入ってくる時にだよ、怖え顔したおじさんが3人ばかりでなんか帳面にこう止めてたの見なかったか、見なかった、そうかな、あれは何を止めてると思ってんだよ、今日はいいシャレができました、そんなこと書いてんじゃねえんだこういうとこはどんななうさんくせえやつが紛れ込まねえとも分からねえだろ、だからいついっかどういう風体の男が何人連れてもってどこそこへ上がりましたってことがみんなピタッと止めてあるんだよ、それを今自分一人で残るおけってみろ、おかしいじゃねえか、
え、確かあいつら3人で上がったのに、なんだっていきなりあいつだけ1人でのこのこ親父分蹴るんだ。さてはなんだな、どっかうさんくせえことがあるに違えねえ野郎だなってんで、あの大門で縛っとくってのが吉原の規則ってもんだなお。そんなことはねえよな、バカ。3人で上がったんだ、3人で1人で蹴ってみろ、縛れんだろ、痛い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 、ああ、そうだとも遅えんだバカ野郎。俺たちが行かなきゃいつまでもあそこで縛って振っとくだろ。そうさ、くれたんだな、元禄自分から黙ってろお前、やったけど負けんな、負けんな、止めねえから、ヒリ、私お縄に会うようなことは困ります。それでは恐れ入りますが、大門とやれまでお送りを願います。じゃないんじゃねえか、したらいこじなんだよ、一平くらい付き合うがいいじゃないか。そうでなきゃな、そしたら2年だろうが3年だろうが居続けをするんだ。ねえ、お泣かすな泣かすな、もうちょっとダメだ、こんなの泣いちゃう。じゃあご承知ね、あのさ、一杯だけお付き合いなさいよ。そしたらあとは送ってくださいいいでしょね、一杯だけお付き合いなさい、一杯だけ。一杯だけお付き合いなさい。ねえ、おしょうがないじゃん、ねえ、陽気じゃろ、陽気に。もう二人の相方は決まってますがね、若旦那の相方を誰にしようという、とここにおりましたのが年が18で名前が浦里、絶世の美人ってやつですよ。いいですね、ああいうふうな若旦那、私の方から出てみたいという、おいらの方からのおなざしってやつで、まあ座敷に上がって酒屋台の門が振り込んでくる、芸者太鼓を上げてチリからたっぽうのおやきうわーと行きたいところですが、今夜ばかりはどうにも盛り上がらない。そりゃそう、何しろ坊ちゃんね、涙ポロッポロこぼしてね、畳にのろじかいてやる。誰のおつやだい今日は。もう一遍お証拠でもするか、おい見ろよあの形よ、涙流して、そのおばさんがね、うぶでいいかなんか言って喜んでやるんだよ、お前人がなんとね、だったく泣くなよね、やろう、よせよせよ、お前よ、まったく、もうおっちゃんもっちゃん泣いちゃいけませんね、もう楽しくやりましょう、楽しく。どうぞ お構いくださいませな、ただ何でしたらあってかって、いい年なすって、もっと他になすべきことがあるはずでございます。なんかあるかよ、俺たち他にあることは。何にもねえんだ、あいにくとな。そもそも道元禅師もおっしゃいました、おちょっとよそうよ。こんなところで道元、ちょっとおばさん、おい、たたっこさん、下げろ下げろよ、はい、あの若旦那どうなすって、あのね、源兵衛さんとたすけさんってね、仲のね、いい方でけど、あの意地が悪い、意地の悪い方なんですよね。もうね、ここにいらっしゃるともっと意地悪なさいますから、おいらのお部屋が空いておりますからね、そちらへ参りましょう。どうぞお構いくださいますな、どうぞ、とんでもないことでございます。それこそ おちょろなんか買ったらどんな病に背負い込むか、そういうこと言っちゃう、そういうこと言っちゃう。ちょっとおばさん、おやら早いとか早いとかね、そんなことおっしゃらないね、参りましょうね、さあ参り、ちょっとやめて、何ぼす、何を、やめて、ちょっとやめて、ゲームがあったんですけど、やめや、お母さん、おもうからかみなんだ、壊してまう。おばさんの方はね、顔はニコニコしてますがね、力は強い。叩くをこっちに来いと言わんばかり、エレキビス構えるってと廊下をズル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 、またこの廊下がよく滑ると来てやんの。若旦那あっちにすがりこっちにすがり、そんなのはみんな引っ張かされてね、ぶつかられた部屋じゃ何事だってね、みんな廊下に首出して見送ってんです。早い話が、シチュー引き回しと変わりがない。こっちの方は向きになってね、さっきの分取り戻そうやったりなんかするから、明るい日はつむりが痛くて大変で、あよ、どうしたい、今の渋谷。渋谷じゃねえ、おめえとか女の子来ねえだろ、相方誰も。そうでしょ、ねえ、おめえなんざね、あいつのせいばかりじゃねえんだよ、モテねえんだよ、もともとが。うん、俺んとこ、ね、はばかりさん来ましたよ、来ましたよ、おめえたちがよ、バカな扱いだ。うん、もう今晩寝かせないわよ、なんか言ってね、うん、寝巻きに着替えさせてくれて、途端だよ、あたいおしっこってんだよね、人の鼻の頭ひいと書いていなくなっちゃって、それっきり。まるっきり現れるんだよ。しょんべんの長えの長くねえの。牛の年みたいな女。うん、しょうがない。あこっちは今来るか今来るか、まんじともできねえんだよ。なるほど、人を寝かさねえな、あの女はよ。うん、もうやることないでしょ。うん、もうしょうがねえからね、家探しに及んだ。うん、そしたらね、上郎子供とは、よく言ったもんだね。甘納豆もやっけちゃう。朝の甘みはおつ。ね、うん。これでね、
濃い宇治かなんかあれね、言うことない、うち汚いな、お前砂糖がこぼれてるよ、いいや、それも帰ろうよ、当たり前だよって、誰がこんなとこ二度と来るなんかって面白いなと思うね、どこ来るんだ、そっちじゃねえだろ、県内はこっちですよ、何言ってんだよ、坊ちゃん迎えに行かなきゃ、嘘だろ、お前、ゆめ泣いて帰ったんだろ、俺がね、収まったんで、小言が聞きすぎたんだよ、さっきでおばさんに聞いたんだよ、大変だったらしい、ゆめで、夜中にね、坊ちゃんの部屋から、男の悲鳴が2つ聞こえたと収まった。おかえいい聞いたざまいやろ、ね、まあそういうことなら無罪方面だ。うん、もう引き止め行ってやるか。それでこっちこっちこっち、いつまで食ってんだよ、お前。どうだい、本部屋ですよ。朝の気分が違うってやつで。坊ちゃん、おはようございます。怒ってるかい。開けますよ。怒っちゃいけないよ。えい、開けますよ。えい、おはよう。えい、えい、おはよう。はあ、次の末切ってんだ。大したもんだね、お前。いつまで。でいいかげんにしない意地が来たね。坊ちゃん、坊ちゃん、へへへ、怒ってんのかい、だんまりはないでしょ。ね、お迎えに上がりましたよ。もう帰れるよ。悪かったよ。あげるよ、あげるよ。へい、へい、おはよう存じます。おお、敵の守りは剣豪だろ。枕屏風立てばしちゃって、ちょっとこれも解けますよ。へい、へい、どっこいしょ、おろしちゃった。ああ、怒ったよ、怒ったよ。おいら悪かったね。手こずらせたろ。悪かったね。おい、ごらんよ。坊ちゃん、布団の中もぐずり込んで、押さえ込んじゃったよ、布団で。ちょっと怒っちゃいけない。悪かった。ごめんなさい。ね。つらかったろ。ね。もう帰れますよ。あしらがお迎えに上がったんだからさ。悪かった。堪忍してくださいよ。ね。つらかったろ。ね、大変、結構なおこもりでございまして。お、聞いた。結構な、あ、そうかい。それはよかった。あしらこれお役に立つた。おいら可愛いでしょ。また連れてきますよ。こちらのね、体は二人が預かってんだ。うん。すまないけど、ちょっと急ぐんだ。ちょっと、坊ちゃん、起こして。若旦那。大きな灰増しよ。へえ。坊ちゃん、ずうずうしいね。へえへえじゃねえんだよ。おいらが起きろってんだ。起きたらどんなもんだよ。嫌われるよ。それが、手前は起きたいんでございますが、おいらの口ばかりで、床の中で、足を絡めて離さない、ね。聞いたか、今のセリフ。おい、お前そこでね、甘納豆食ってる場合じゃないよ。ふざけんな、おめえの蝶、何でもちゃんとね、あれだ、俺らだから、俺たちの仕事だよ。蹴らんと、お前何言ってるか分かんねえから、俺も蹴る。ちょっと待ちな、あなた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 、大丈夫かよ。じゃあ、まあ、あなた、暇な体、ゆっくりしてらっしゃい。あちらね、急ぐんだね、一足に蹴るから。あったかった。帰れるもんなら帰ってごらんなさいまし。大門で縛られるから。